はいどうも、ももきゼロの京都人セロリ高幸です。お願いします。というわけで今日も暇を有効に使ったフットボールラジオということでやっていきたいと思います。で、今日なんですけど今日は10月19日から21日の週末で存在感を示した欧州所属の日本人選手に焦点を当てて話していきたいなと思っております。まあアジア最終予選の代表ウィークが終わってすぐでもあった今週、その中でね、代表招集された選手が試合にスターメンで出ていたり、ゴールなどで結果を出していて、早速見応えがありましたね。まあまずはね、いつも通りベルギーリーグから話していこうと思うんやけれども、日本人選手同士の激突となったサンジロワーズ VS ヘントの試合、まあ、サンジロワーズはセンターバックに町田選手、ヘントニアはセンターバックの渡辺選手と、ボランチの位置で伊藤敦樹選手がスタメンとして出てました。まあ試合内容的には0対0のスコアレスドローということで、どちらかのチームが勝利する展開ではなかったよね。ただ守備の要っていうところでプレーしている選手同士の戦いっていうこともあって0対0失点がなかったのはお互いにとっていいポイントやった。町田選手も渡辺選手もスタメンで試合に出続けて、チームにかけがえのない存在となっているし、信頼を勝ち取るディフェンス、センターバックのポジションでフル出場。伊藤選手に関しては後半開始と同時に交代にはなってしまったものの、激しいタックルやボールダッシュで存在感は見せていた。前半の早い時間にイエローさえもらっていなかったら、もうちょっと長く試合出れてたんじゃないかなと思うような内容でしたね。そしてもう一つ話していくのが、ヘンク VS シントトロイデン。シントトロイデン少し厳しい状況続いてるなっていうのを言わざるを得ない状況で、まあこの試合もね、負けはしたものの、ちょっと粘ったって言ってもいい内容やったかなと思いましたね。前半の15分っていう早い時間に谷口選手が一発レッドで退場しちゃうよね。10人での戦いを余儀なくされたし、谷口選手からするとオーストラリア戦でオンゴールしてしまって、帰ってきて15分で退場、かなり踏んだり蹴ったりの1週間になってそうよね。まあどっちのシーンもね、センターバックとしての役割をこなしたといえばそうなので、切り替えてはいそうやけど。ただ10人になったシントトロイデンは18分と31分に失点をして、2対0でリードを奪われていくと、その後エースのベルタッチーニ選手が奮起して2ゴールを決めていって、結果的にはね、3対2でヘンクが勝利。シントトロイデンは勝利をつかむことはできなかったんよね。一応ベルタッチーニ選手の2ゴール目の起点になったのが小川選手と伊藤選手で、ワンツーパスで中に入っていって小川選手のクロスに合わせたのがベルタッチーニ選手やったね。まあシントトロイデンは相変わらずね、コクボレオブライアン選手、小川選手、千葉選手、そして伊藤亮太郎選手で退場にはなったけれども、谷口選手がスタメンとして出ていて、途中からはね、山本理人選手が出てくる。そんな感じでね、日本人が多く在籍してるんよね。まあその中でね、谷口選手が退場した中で、こういう日本人選手が奮起して穴を埋めてくれるのかっていう期待はしたんやけれども、なかなかチャンスはなかったし、2点目のところくらいやったなっていうのがありましたね。で最後、試合の総括的にはね、後半のアディショナルタイムにはブラヒミ選手っていう選手も退場しちゃって、9人となったシントトロイデン、次節はね、日本人選手の活躍で勝利できることを期待したいですね。そしてまあここでベルギーリーグでも紹介はしてなかったんやけれども、もうアンデルレヒトに所属している後藤選手、ジュビロ磐田から移籍して現在2部リーグにあるセカンドチームでプレーしてるんやけど、モレンベークを相手に2ゴールを決めて勝利に貢献してました。まあね、ベルギーの2部やからあんまり焦点当てることなくて話してなかったんやけれども、しっかりとね、開幕戦からスタメンとして出続けてるんよね。でしかもゴールは決めていたんやけれども、勝利に貢献することがなかったんよ、後藤選手。まあ第8節にしてチーム初勝利、2ゴールの活躍っていうのもあって、ここはもう紹介せざるを得ないなっていう感じで今話してますね。まあ、個人の得点数も5ゴールまで伸ばしてきた。ベルギーの2部リーグやし、名門のアンデルレヒトのセカンドチームではあるものの、ここで結果を出し続けてほしいなと俺は思ってるんよね。でアンデルレヒトにはレンタルでの放出になっている中で、年末の12月31日までの契約、ここがねどうなるのかわからんけれども、買取オプションもある。2324シーズン途中加入で14試合6ゴール、今シーズン2425シーズン8試合で5ゴールっていうのを考えたら、アンデルレヒトが完全移籍での買取もありそうなので、その後のトップチームデビューとかにも期待してみたいですね。さあ次が、いつもやったらポルトガルについて話しているんやけれども、今節リーグ自体がなくて紹介できないので飛ばして、続いてフランスリーグアンで活躍している日本人選手について話していきたいなと思います。まあ、今回は日本人同士の対決があったということで、オナイユ選手が所属しているオセール VS、伊藤純也選手と中村圭人選手が所属しているランスが激突したんよね。日本代表でも存在感を示していた伊藤選手も中村選手もスタメンで出場。オセールのオナイユ選手はベンチスター
ートということになってました。まあ好調のランスを相手に序盤からオセールが積極的にサイドから攻撃を仕掛けていく展開で、15分っていう早い時間帯にフリーキックをオセールが獲得すると、ゴールに向かっていくボールにディオマンデ選手が合わせてホームのオセールが先制。前半はね、PK 健常もランスはあったものの1対0で折り返し。まあ、リードされてたけど耐えに耐え切った中で、後半に入ったものの、オセールの勢いを止めることができなかった。51分裏への抜け出しからキーパーをかわしてゴールへ流し込んだトラオレ選手で2対0。いいところをね、全く見せることがないままランスは終わるのかなと思ってたんやけれども、95分。まさにラストプレイ直前やったね。右サイドの高い位置までボールを持っていた伊東純也選手のクロスボールをヘッドで合わせ切ったのは中村敬斗。なんとこれでリーグワンで5試合連続ゴール。これはね、ほんまに驚きやね。5試合連続かっていう感じやし、内容はなかなか苦しいものやったけど、こうやって最後の最後まで日本人選手2人が試合に出続けることができている。攻撃陣ってね、負けてる状況の時って途中交代とかカード切られやすい立ち位置でもあるんやけれども、2人ともフル出場、チームからも信頼されてるし、まさに欠かせない存在なんやろうなって思いましたね。で、一応ね、モナコの方も軽く話しておくと、南野選手は日本代表でスタメンで出ていたものの、リール戦でもスタメン出場。チームは0対0でゴールこそ生まれなかったし、引き分けにはなったものの、64分まで試合に出てスタメンとしてプレーしておりました。さあ、次がオランダに話を移していこうと思うんですけれども、ここでも日本代表しっかりと結果出していましたね。フェイエノールト所属上田綺世選手がゴーアヘッド戦でゴール決めてました。結構クラブとして力の差があるような印象やったね。この試合はオスマン選手とミランボ選手、この2人が1点目2点目決めたんやけれども、2人ともがっつり右サイドをドリブルでカットインしていって、強引にエリア内入っていってシュートっていうゴールやった。まあ、右サイド完全にね、席巻していたし、力の差存分に見せつけてたなっていうのがあったんよね。で、そんな中で後半に上田綺世選手にもゴールが生まれるんやけど、これは見事なカウンターやったね。中央から右サイドを経由して真ん中の選手にグラウンダーのクロスが入っていった中で、最後は大外に走っていた上田選手がしっかりと流し込んで4対0。チームはこの後1点も決めて、無失点ではなかったものの5対1と圧勝。まあ、上田綺世選手自身は73分に交代になったものの、十分すぎる活躍やったし、日本代表として2試合スタメンで出場した中で、クラブに戻ってからも結果を残すあたり、得点力示しているなって思いましたね。そしてオランダ、内メヘンの方も3人試合に出場。小川幸喜選手と佐野光大選手2人がスタメンとして出場してました。チームは3対0と勝利。2人にゴールこそ生まれなかったものの、しっかりと勝利に貢献していたし、小川選手との交代で塩貝選手も投入。内メヘンは若い選手が前線に多い中で、小川選手がスタメンに抜擢され続けてはいるものの、そろそろ3ゴール目が欲しいなって思うような状況なんじゃないかな。今回はトップ下で初スタメンとなったファンクローイ選手っていう選手が2ゴールを決めて活躍をしていたっていうこともあって、今がピーク、27歳の小川選手がスタメンを外されるっていうのはなかなかなさそうではあるものの、日本代表ではゴールを決めている、結果をコンスタントに残しているだけに、内メヘンでも量産体制入ってくれたらなって個人的には思っております。さあ、ここからはドイツに目線を移していこうと思うんやけれども、まずやっぱり話していきたいのはボルシアメンヘングラッドバッハ VS ハイデンハイムの試合。この試合で板倉選手がゴールを決めていってました。早い時間帯にレオナルド選手に先制点を決められてしまった中で、22分板倉選手が同点弾。日本代表でもよく見る板倉選手のオーバーラップ、これが功を奏していたし、持ち味存分に出てたね。流れの中から中央突破をしていったグラッドバッハ、その中央の右側少し離れたところでポジショニングを取っていた板倉選手の元にボールが入ってきてゴール。まあ、もともとね、板倉選手はボランチでのプレー経験も長かっただけに、ここら辺はやっぱりさすがやなって思ったし、センターバックとしてもディフェンシブミッドフィルダーとしても良さが出せる。場合によってはこうやってね、流れの中でもエリア内に入って攻撃参加するっていうのは日本人らしさからかけ離れて新しい存在でもあるので、今後もね、クラブ代表ともに注目して見ていきたいですよね。まあ、チームもこの板倉選手の同点弾を皮切りに3ゴールを決めて3対2で勝利、勢いをつけるゴールで勝利に貢献していました。そしてもう一人結果をしっかり出したのが堂安選手ですね。フライブルク VS アウクスブルク戦で1アシスト。前半立て続けに3ゴールを決めたフライブルクやってんけど、この3点目をアシストしたのが堂安選手。まあ、これアシストにはなるけど、ゴールを決めたギュンター選手がスーパーゴールやった。右サイドの堂安選手がバイタルエリアのギュンター
ター選手にボールを渡すと、えげつないミドルシュート。これが決まったよね。いや、これに関してはね、ちょっとハイライトね、見てない方とかはね、見れるんで、ぜひ見てみてほしいね。堂安選手のパスも、シンプルに良かったんやけれども、えげつないミドルがね、良すぎたね。で、その後はね、後半に、フライブルク自体は1失点あったものの、3対1で勝利。堂安選手も76分まで試合に出た。7試合で3ゴール1アシスト。どこかの試合で爆発してるわけじゃなくて、コンスタントに、ゴールに絡んでいく。結果を出しているっていうのは安定感があっていいですね。まあ他はドイツやとマインツの佐野海舟選手がフル出場。0対2でライプツヒに負けたものの存在感を見せているし、町野選手は後半開始と同時に出場。まだキールは今シーズンの初勝利がないので、町野選手のゴールで勝利するところ見たいなって思ったりしております。そして最後、イングランド。プレミアリーグやチャンピオンシップで活躍する選手が増えてきている中で、結果をしっかりと出してきた選手がいました。まあプレミアリーグの方ではゴールアシスト、決めた選手こそ現れなかったものの、ニューカッスル VS ブライトンの試合で三笘選手が60分から出場。鎌田選手に関してはノッティンガムフォレストと対戦してクリスタルパレス 1-0 で負けてしまったものの、スタメンで出場して88分まで試合に出た。二人ともね、代表での出場も多くあった中で、こうやってねチームに戻ってきてすぐに試合に絡んでいく姿っていうのは、重要な選手にクラブでもなりつつあるんかなと鎌田選手は特に思ったりしましたね。そして代表では出場機会がなかった菅原選手はレスター戦でスタメン出場。ホームゲームではあったけど2対3で敗戦。チームはなかなか勝てていないものの、存在感を示し続けている菅原選手、これからも注目です。そしてチャンピオンシップ2部の方で結果を残したのがブリストルシティ所属の平川選手ですね。ミドルスブラ戦でゴールを決めて今季初ゴール。10月に入ってスタメンで試合に出るようになった中で結果をここで出してきた。チャンピオンシップでゴールを決めた選手は平川選手のみにはなってるんやけれども、ストーク所属の瀬古選手が久しぶりの試合出場。ここから試合に絡んでいけるか注目やし、あとは田中碧選手がリーズでスタメン出場。正直日本代表としてスタメンで出たオーストラリア戦の後にフル出場って考えたら、やっぱりスタミナエグいなっていう感じやし、中盤を任せられてるっていうところ、クラブでの調子の良さを代表にも持ってきてほしいなって思いましたね。まあ今回はね、ザイオン選手とか久保選手も試合に出てたんやけれども、あんまりフォーカスを当てることができなかった。まあ一応試合には出てたんやけどね。でミッドウィークにはチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグがあるクラブもあって、そこでね試合に出る可能性のある日本人選手もいる。連戦続いていきそうな欧州組、来週も存在感を見せる選手現れたらいいなと思っております。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画もしくは配信もやってるので、そちらでお会いしましょう。バイバイ。